皆さんおはようございます。本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。私日経でフィンサムウィークの担当役員をしております平田と申します。先ほど今司会者からですね説明がありましたように小池さんのちょうど講演とですね重なっていることもありましてですね、昨日までちょうど各会場人がばらけてですねいい感じだったんですけども、今日おそらくですねこれから徐々にですね皆さんお越しになると思いますので、もうすでにですねたくさんお客さんがいらっしゃるという前提でですねそういうつもりで録画もしておりますので、きちんとやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。座ってやらせていただきます。私、昨日までのですね3日間フィンサムウィークの議論を聞いておりまして、2つのですねざっくりとした感想を持っております。1つはですねフィンテックがいよいよ深まってきたなということでございます。でもう1つはですねフィンテックが広がってきたなということでございます。フィンテックのですね深まりを象徴することといいますと、例えばですね J コインですね、仕掛け人であります水戸の佐藤社長はですね、昨日仮想通貨やブロックチェーンはもはやトライアルではなく本物のトランザクションの時代だと、ある程度失敗してもねやっていくんだというようなお話をですねされておりました。メガバンクの方からですね J コインといったようなですね話が出てくるほどですねフィンテックは深まってきているなというのを強くですね感じております。もう一つのですね、フィンテックの広がりということについて申し上げますと、もうすでにですね、いろんなセッションでいろんな指摘がなされておりますが、まさにそれをですね、総括、発展させるのがですね、この日のこのクロスボーダートークでございます。フィンテックはですね、金融業界とか IT 業界だけのものではもちろんございません。あらゆる産業にですね、イノベーションを引き起こすことはですね、もはやもう言うまでもないと思います。私どもがですね今年のフィンサムのスローガンをですねフィンテック金融を超えろという、勇ましいですねものにしましたのですね、このフィンテックの広がりをですね、ぜひとも後押ししていきたいという強い思いからでございます。クロスボーダートークはですね先ほど司会者が申し上げました通りですね4つのセクションに分けて行いますが、1番バッターはですね農業と地方再生でございます。私どもこの5月にですね、アグリテックサミットですね、通称アグサムというのをですね、行いまして、その中でもですね、フィンテック&アグリテック成長への最強コンビというセッションをですね、設けました。健全な農業の発展にはですね、金融の改革は欠かせないということはすでにですね、確認してございます。本日はさらなる議論の深まりをですね期待したいと考えております。から2番バッターはですね人手不足宅配クライシス、それから3番目がですねデジタルデバイド格差と、両方ともですねフィンテックとはやや縁遠い話にもテーマにも聞こえるかもわかりませんが、どういう方向にですね議論が発展していくか大いに、期待していきたいと思います。そして最後はですね財政保険税収というセッション、これはありかなという感じがいたしております。いずれのセッションもですねぜひ聴衆の皆さんも加わっていただきまして、場合によってはですね前にこう並んでいただいてですね、進んでいくようなことにですねぜひなってもらいたいなと思っております。ちょうど会場の方もですねうなぎの寝床を横にしたようなですね聴衆の皆さんを巻き込むにはですね非常にその最適なですね形をしておっていいなと思っております。最後にですね一つだけ宣伝をと言いますか予告編ですねさせてください。実は私ども日本経済新聞はですねこのフィンサムの衛星企画としまして12月にですね、レギュレーションテクノロジーをテーマにしたですね、レグテックですね、レグテックのレグさんですね、ややこしいんですけど、レグさんの開催をですね12月に予定しております。レギュレーションテクノロジーというのはですねまだお聞きになったことがない方もいらっしゃるかもわかりませんけども、テクノロジーの力で規制緩和を実現するというふうにですね誤解されやすいんですが、むしろ逆でございまして、一定のですね、規制はですね経済の成長や産業の発展には健全な発展にはですね必要であるということを受け入れた上で、ではその規制への対応のためにですね企業や社会が
払っている膨大なコストをですね、どうやって減らしていこうかと、それを考えると、まあ、そういうふうなものでございます。規制への対応でですね、最も多くのコストを払っている代表選手がですね、これも金融界でございまして、大手行の場合でそのコストは年間数千億円と言われております。こうした負担をですね、強いられているのはですね、メーカーなども同じでございまして、またこの規制をですね、計画し、実施し、監督するですね、行政側もですね、人的にも金銭的にもですね、大きな負担を強いられているという現状でございます。分かりやすい例はですね、昨日のですね、IT キャンプのセッションにございました。ブロックチェーンをですね、金融技術ですね、金融派生の技術ですけども、これを使って入国ビザの発給を自動化、高速化するというアイデアをですね、フィリピンのチームが発表しまして、表彰をされておりましたが、これなんかまさにですね、フィンテック的な技術の広がりを象徴すると同時にですね、まさにこれはレグテックだと考えております。要するに何を言いたいかと申しますと、私どもは本日のこのクロスボーダートークをですね、12月のエグサグにもつなげていきたいというですね、野望というと大げさですけども、構想もですね、持っております。その意味でもですね、このトークにはですね、力を入れております。フィンサムとかアウサムとかエグサムとかですね、頭の中がぐしゃぐしゃになりそうで、舌を噛み切りそうですけども、私どもがですね、このサムシリーズに込めた思いというのはですね、どうぞネットをご覧ください。先ほど司会に立っておりました、一連のですね、サムシリーズのゼネラルプロデューサーをしています山田康明がですね、フィンサムの公式サイトの動画の中でですね、熱く語っております。山田はですね、暑さがこじまして、本日のセッションではですね、ぶっ通して全てモデレーターを務めるという、暴挙に出るんですが、途中疲れてしまったらですね、面白くなくなったらですね、どうぞ遠慮なくですね、ヤジを飛ばしていただければと思います。本日ですね、先ほどから申しました通り、メイン会場のマルビングの方はですね、日本フィンテック協会さんに中心になってですね、回してもらっておりまして、私どもはここでいわばですね、裏番組をですね、進めていくことになるわけですが、往々にしてですね、裏番組の面白かったりするんですよね。これからですね、徐々にお客さんが増えていくことを期待しまして、増えていかなくてもですね、増えているという大前提で、目の前にね、大勢いらっしゃるという前提でですね、熱い議論をですね、7時のビールまで、ビールの時間まで展開していきたいと思いますので、本日はどうぞお付き合いください。